スリーマナゴンご視聴の皆様、新年明けましておめでとうございます。今日は1月の4日です。私としての初釣りが今日が初めてで、やはり株制で石台狙いをやるというふうに決めてましたので、やってまいりました。まあ、ここはまた鳴島です。情報が入りまして、別の防波堤でも釣れますという話だったので、朝一フェリー降りてすぐチェックしに行ったんですが、そのポイントがですね、ポイントの防波堤の下の方があのスリット状になってまして、かけてもそこに潜られたらもう一発で終わるんで、諦めてまたここに来てます。さて、新年初釣りどうなりますでしょうか。こうご期待ください。頑張ります。どうも、釣りマナゴンです。皆さんご無沙汰しております。本来実はですね、今月の中旬から下旬にかけて、平戸の宮の浦にですね、丸銀さんにお世話になって、石台狙い、荒狙いなどの兆候予定を立てておりました。そしてさらにですね、数年ぶりに男女群島への遠征も計画をしておりました。しかしながら、もう皆さんもご存知の通り、寒波などの悪天候、そしてですね、コロナの影響ということでですね、完全にスケジュールが白紙になってしまい、もうモチベーションもガタ落ちして今に至ってしまいました。大変更新が滞ってしまって、申し訳ないとですけれども、久保さんの初釣りでの快挙の70センチオーバー、ご紹介させていただきます。視聴者の皆さん、お待たせしましてすいませんでした。どうぞ。これですね、久保さん本人による手書きの現地図です。この感じでですね、障害物ステージでですね、ここで撮れるか撮れんかのドラマが起きております。残り30分ね。
どうもナレーションの釣りマナゴンです。この画像はですね、久保さん手書きによるあの海底状況ですね。こんな感じでの捨て石、敷石などが必ずあってですね、その隙間に今潜り込んでいるという状況のようでございます。まだまだ今から勝負どころです。どうもまたまたナレーションの釣りマナゴンです。ですね、この時点でも農閑時間間際になっていることによってですね、久保さんはまだこれが釣りの序盤だったらですね、ラインを切ってまた釣り直しっていう選択肢もあったんでしょうけれども、まあ手応えがあるということと出てくるんじゃないかというやっぱり目論みがあったんでしょうね。画像のこれも画像も久保さんまた手書きなんですけれども、こんな感じで隙間のに入り込んでエラとかヒレを張ってですね、張り付いているんだろうと今想像をされて待ってあるところでございます。まだまだもうちょっと出るまで時間があるのでですね、この画像と私のナレーションでお付き合いください。記録ものなのでですね、一生に一匹出るかどうかのサイズの取り込みなので、今回はかけてから取り込みまでノーカットです。これちょっとすごいよ。見てこれ、50の玉が出てる。これ一番いったんじゃないかな。やーべー。ちょっと待って。よかった。来たー。これでペンチがない。
やったよ、71。はい、ここにあるでしょ、こっから来てここです。71、イエーイ。あーもう取れた、細いけど、お腹はもうげっそりしてます。わー、71。でかい、すごい。うわー、ありがとう。うわー、すごいな。うわー、張り付かれた時はもう諦めてたんだけど、よかった、ありがとう。